まあ、自分たちのペースで、まあ、試合始めから終わりまで自分たちのペースで行ったことは良かったですけど、まあ、なかなか点が取れない状況の中で、まあ、崩し方だったり、まあ、点を取るまでの過程で、まあ、だいぶ苦労した試合でした。まあ、ミドルシュートっていうのはだいぶ自分も得意としているところなので、まあ、点を決めれたシーンでは、まあ、自分もドフリーでボールを受けることができましたし、まあ、しっかり枠に入れて、まあ、点を決めれたことは良かったです。まあ、やっぱりスタジアムでする中でもうお客さんがいないかったので、まあ、なんか不思議な感覚というか、まあ、やっぱりいつもファンの方やサポーターの方の応援が力になってるんだなっていうのを改めて感じれた試合でした。まあ、リーグ戦もまだまだありますし、まあ、天皇杯もある中で、まあ、しっかり一つ一つの試合で、まあ、チームとして戦ってしっかり結果を残せるように頑張っていきたいです。アマチュア、プロかかわらず、みんなでいいモチベーションで挑めたのが良かったと思います。ゴール前に入れたことでこぼれ球に詰めれたという得点だったので、得点が入りそうなところに行けるようにこれからもしたいです。リーグ戦はまず変わらずですね。今日の試合もその前の試合も次の試合も変わらず、みんなで高いモチベーションを保って、チームで挑みたいです。突戦も PK で負けてるんで、またこのようなチャンスがもらえたで次は勝ちに行けるように頑張りたいです。監督からも言われてましたけど、大学相手でも自分たち相手関係ないので、自分たちのサッカーというものを貫いてやるというのは試合前から話したんで、そこはまあ大学相手でも思いっきり自分たちのサッカーができたかなと思います。そうすれば後ろは0で行ってましたし、 2-0 だったのでもう1点欲しいというのはチームでも確認してたので、最後セットプレーで自分が点取って3点目で試合をいい形で終われてよかったと思います。やっぱりファンサポーターの人がいないってのはやっぱ寂しいですけど、自分たちはいつも通り一生懸命サッカーを頑張って勝利を届けるだけなので、そこはいつもと変わらずに試合には臨みました。 J1 ですけどサッカーの舞台では変わらないと思うので、そこは自分たちのサッカーをして勝利できればなと思います。まあ、次来週はアウェーで藤枝戦なので、まずそこで勝利をできるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。